いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2009年モデル BMW アルピナ B3 クーペビターボを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパーに下すり、フロントバンパー複数箇所、ボンネット、フロントガラス、左 A ピラーに飛び石がございます。また右ドア、左ドア、左右のドア位置に傷がございます。右リアフェンダー部分、左リアフェンダー部分にも線傷がございます。走行距離4万1000キロ走っているお車ではございますが、外装面きれいな状態を保っております。外装色はアルピナブルー、インテリアはブラックレザーが採用されております。3シリーズをベースにアルピナが専用チューニングを施した B3 クーペでございます。こちらのお車にはアルピナ専用のエアロやシルバーデコラインなどが装備されており、外装面に関してはスポーティーかつ上品な仕上がりになっております。ヘッドライトに関しましてはキセノンヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは3リッターの直列6気筒ツインターボチャージャーが搭載されており、最高出力は370馬力を誇ります。スポーツカーとしてもお楽しみいただける1台でございます。足元に関しましては純正の19インチアルミホイールが装備されており、足元も非常に豪華な1台となっております。またタイヤの山に関しましては前が5部山、後ろが4部山程度となっております。続きましてリア紹介させていただきます。こちらのお車はクーペスタイルのお車ですので、リアビーム美しいデザインとなっております。また数多くの専用エアロパーツが装備されておりますので、迫力のあるデザインにもなっております。マフラーは4本出しのマフラーが装備されており、 B3 クーペの乾いたサウンドをお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。クーペスタイルのお車ではございますが、容量十分に確保されております。また後部座席を倒していただくことにより、長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席に若干の使用感はございますが、年式走行距離を加味しましても良好なコンディションでございます。また内装にはウッド素材が多く使用されており、非常に上品な内装となっております。ではエンジンを始動します。ステアリングはアルピナ専用のマルチファンクションステアリングが採用されております。またこちらにはパドルスイッチが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。さらにはクルーズコントロールも装備されております。快適なクルージング走行をお楽しみいただける1台です。ナビゲーションに関しましては純正の HDD ナビゲーションが採用されており、こちらは地デジの視聴も可能となっております。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のオートマチックシフトが採用されており、ダイレクトな加速感を味わうことができます。またアルピナ車の特徴のプロダクションプレートが車内に用意されており、特別感を感じる1台となっております。フロント両席にはシートヒーターとサンルーフが用意されておりますので、圧倒的な開放感のもとドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2009年モデル BMW アルピナ B3 クーペビターボを紹介させていただきました。こちらの車は数多くの専用装備と
チューニングが施された非常に豪華な1台となっております。また走行距離に関しましては約4万1000キロと走っているお車ではございますが、外装面は比較的良好なコンディションを保っております。生産台数も少なく、市場でも出回る数が非常に少ない希少なお車でございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。